こんにちは、バーバです。今日は形が変わるとても楽しい手裏剣の作り方をご紹介します。このように開いたり閉じたり形が変わります。折り紙は全部で8枚使いますが、糊などを使わずに組み立てることができます。では早速作っていきましょう。用意するのは 7.5 センチ四方の折り紙が8枚です。色の組み合わせは自由で、8枚全部同じ色にしたり、2色を4枚ずつ使ったり、4色を2枚ずつ使ったり、お好みで用意してください。今回は2色を4枚ずつで作っていこうと思います。8枚全部同じ折り方になります。今回の手裏剣は折り紙の表と裏、両方の色が出ます。まず、先端の刃の部分に出したい色が表側、真ん中のこの部分に出したい色が裏になるようにして折り紙を置きます。上の縁を下の縁に合わせて半分に折ります。横の縁を下の縁にぴったり合わせております。角もずれないようにぴったりと合わせて折ってください。もう片方も同じように横の縁を下の縁に合わせて折ります。折り筋をしっかりつけたら、今折ったところを開きます。次は、左側の縁の1枚を上の縁に合わせて折ります。折り筋をつけたら開きます。左下の角を今つけたここの折り筋の交点に合わせております。裏返します。こちらの面でも同じように、今折ったのと同じ側の右側の縁を上の縁に合わせて折って折り筋をつけます。そして右下の角をここの折り筋の交点に合わせて折ります。裏返します。次は上の縁をここの縁に合わせて折っていきます。このように上の縁を持ってきたら、同時にここの斜めの折り筋とこの斜めの折り筋、2本の斜めの折り筋がまっすぐ一直線に揃うバランスで折ってください。裏返してこのような向きで置きます。次はこの斜めの折り筋を下の縁に合わせて折っていきます。まず、この2枚の紙をまとめて、この斜めの折り筋のところを山折りにします。そして、山折りにしたところをつまむようにして、下の縁にぴったりと合わせて折ります。しっかりと折り筋をつけます。今折ったところを開きます。内側の面を開きます。そしてこのような向きで見てください。上から3番目のここの斜めの折り筋、
この斜めの折り筋を山折りに折ります。そしてそのまま平らに折りたたんでください。もう一度この面を平らに開きます。次は上から2番目のここの斜めの折り筋、この折り筋を谷折りに折っていきます。そしてそのまま平らに折りたたみます。このような形にかぶせ折りに折ることができました。このような向きで置いてください。左上の角から伸びる斜めの折り筋のところでこのように折り上げます。裏返してこちらの面でも同じように角から伸びる斜めの折り筋のところで折り上げます。裏返します。次は右上の角をここの角に合わせて折ります。この三角形部分の先端の角です。折り筋をしっかりつけたら開きます。内側の面を軽く広げて、今つけたこの斜めの折り筋を山折り、この横の折り筋を谷折りにします。はい、これで一つのパーツの出来上がりです。残り6枚も同じように折ってください。はい、このように全部で8個のパーツが折れました。これから組み立てていきます。まずパーツの向きですが、このように開く方の縁が右側で、この三角形部分が下に来る向きで見てください。2つ目のパーツもまず同じ向きで見て、1つ目のパーツの右側の縁を開いたここの奥の縁のところに、2つ目のパーツの下の縁をぴったりと合わせて挟みます。このように1つ目のパーツに2つ目のパーツをぴったり挟んだら、1つ目のパーツの右側のこの出っ張った角を2つ目のパーツの右側のここの内側に折り込んでいきます。2つ目のパーツのここの縁のところに合わせて1つ目のパーツの角を折って、このように挟み込んでください。もう一つの角も同じように2つ目のパーツの縁にぴったり合わせて折って内側に挟みます。3つ目以降のパーツも同じようにつなげていきます。2つ目のパーツの右側のこの開いたところに3つ目のパーツの下の縁をぴったりと合わせて挟みます。そして2つ目のパーツの角を3つ目のパーツの内側に挟んでいきます。3つ目のパーツの縁にぴったりと合わせて折って内側に挟んでください。同じように8個目のパーツまでつなげていきます。
8個目のパーツまでつなげたら、8個目のパーツの間に1つ目のパーツを挟みます。そして8個目のパーツのこの右側の角を1つ目のパーツのこの縁に合わせて折って内側に挟みます。裏返してもう片方の角も同じように一つ目のパーツのここの縁に合わせて8個目のパーツの角を内側に折り込んでください。これでつながりました。向かい合うパーツを押すようにするとこのように手裏剣を閉じた形にすることができます。逆に向かい合ったパーツを引っ張り合うとこのように広げた形に変えることができます。閉じたり開いたり形が変わるとても楽しい変形手裏剣の出来上がりです。今回の手裏剣は折り紙の表と裏の色が出るので、この見本のように両面折り紙を使うと全体的に色のある手裏剣に仕上げることができます。柄の入った折り紙を使うのも楽しいですし、色の組み合わせによっても雰囲気の違う手裏剣になるので、ぜひたくさん作って楽しんでください。